しょうがねえな。よし、はい、さい、お一人です。今回は波照間島のエピソード7。これはあの城跡の、ブリブチ公園っていう名前の公園になってるんですけど、もうこの鳥の声もいいですよね。気持ちいい場所ですよ。この波照間空港と星空観測タワーの階層ちょっと上がりますね。天気に恵まれましたね。この時最南端の日の位置全く分かってなかったんですよね。もうもっとめちゃめちゃ遠いのかなと思ってたんで、調べたら驚愕でした。じゃあまたちょっくら行ってみましょうか。もっとこう注意深く見とけばよかったなって感じでしたね。まさかの目と鼻の先っていう。何やってる。そうなんです、今回はここからなんです。あの回で説明したみたいに、星空観測タワーからあの最南端の日までが目と鼻の先にあったんですよね。その凶悪の事実を知ってもう戻ってる最中の映像になります。もう本当に多分見る場所から見たら遠巻きに見えてた可能性はあるんですよね。まあ、ちょっと星空観測タワーの方がちょっと位置が高くなるんで、まあ、見えてないのかもしれないですけど、なんか位置関係的には全然見えててもおかしくない場所だなっていう感じでしたね。もうこれ星空観測タワーの場所ですね。これのちょっともう少し奥の隣がもう観測タワーになります。でこちらが探していた最南端の日ですね。もうさすがにこんなすぐ隣にあんのかやって感じでしたね。この距離感に、それこそここの目の前最後バイクで通ってるんで気づかないもんかなって感じでしたね。本当に全く見てなかったですね。バイクに乗って走ってるところのこの音声全部風切るようにすごいんでカットしてるんで分かんないと思いますけど、結構鼻歌歌いながらこう走ってたんで周りを全然見てなかったっすね。これ注意深く見てれば本当に一瞬でたどり着けましたよ。この場所はなかなかロスをしましたね。なんかこのでっかいオブジェみたいなやつが目についたんですよね。もう本当なんか水路みたいな感じに見えません？このサンゴの石積みのないかなって感じですよね。何かしらの意味あるんだろうと思いつつも、まあとりあえずこの最南端の日の写真を撮ってから詳しく調べようかなと思って、まず最初にこちらに来ました。ほんとシンプルな国旗ですよね。もう我が日本、日出ずる国って感じですよね。ドシンプルなこの国旗はインパクトはありますよね。さあそんなこんなでこのサンゴの沈みの解明を、これ今説明してるのが星空観測タワーなんですよ、指さしたので。そこから今隣見えてる東屋、今の指さした東屋が星空観測タワーのとこから見えてたんですよね。なのでもしかしたら見えてたんじゃないかと、ここの場所自体も。まあちょっと下がってるんですけどね、こっちの方が。でこれを石積みのスタートの位置まで来ました。そうすると波照間の日入り口って書いてありますね。なんのこっちゃって感じですよね。さっきの日のところまでまあ続いてるだけの道かなとは思ったんですけど、でもなんかこんな蛇みたいにうねうねしてるんですよね。でこの最初のエリアなんか書いてありますね。
プレートに北海道って書いてあります。となると、はいはいはい、青森とかいろいろ書いてありますね。これもうあの日本地図ってことですよね。この南下していくと、こう果てるまでたどり着くような感じの作りになっている状態ですね。今のが関東エリアですね。こっちが、京都奈良とか、まあ、あとは和歌山とかその辺のエリアですね。わざわざこのオブジェを作ったのも大変ですよね。で、これ我が沖縄です。沖縄が一番下の方にいて、そっからさらに進んで進んでずっと南下していくと到着します。ここが波照間。まあこんな感じの作りなんですよね。で、ただここで終わりかと思ったんですけど、終わりじゃないんですよ。まだ先っちょに続いてて、で、まあ何かなと思って、なんか仕掛けがあんのかと思って行ったんですけども、特になさそうでしたね。ただここの最南端の写真を撮れるようになってますよね。見晴らしはものすごくいいです。で、この時も晴れだったんで、やっぱ抜群でしたよ。やっぱこの深い海が見えてるんで、濃い青がずっと続いてる海ですけど、やっぱこの波照間はビーチサイドが一番いいですよね。砂浜があって、サンゴ礁があって、まあ、あのターコイズブルーとかティファニーブルー系の色の海が待ってるんで、波照間島って本当にあのこの与那国島をがあの崖だらけで男っぽい島なんですけども、こっちの波照間はですね、一点あの与那国よりかはサーフ系こう浜が多いんで、結構こっちの波照間島自体はまあ女性っぽい島っていう感じですね。与那国行っても本当ビーチ探すとめちゃくちゃないんですよね。あそこは海底遺跡とかもそういう、 もう海の中入っていくといろいろあるんですけど、与那国でもあのビーチ探そうとすると結構あの本当に秘境のビーチみたいな、崖を降りた先にしかないみたいなビーチもあるんで、まあ、与那国自体も僕は結構好きな島ではありますけどね。これが撮った写真ですね。ここでザ・波照間島ですよね。ご視聴ありがとうございました。動画に対してのコメントや質問などもお待ちしております。動画が参考になったらグッドボタンよろしくお願いします。で、ただ次回以降の予告を入れます。今回のこの映像の続きの後でちょうどもうお昼でランチタイムだったんで、ランチを取りに行きました。波照間島で人気のお店ですね。さすが人気店、レベルが高かったですね。これあのスーチカとかスーチキーって呼ばれる食べ物です。この豚肉、三枚肉のこの塩漬けですね。僕も何回か作ったことあります、まあ、この道を抜けた先にあんな綺麗な波照間ブルーが待ってるんだったら、ちょっと入ってみるのもいいかもしれないですね。で、ちなみにシュノーケルは西浜以外は禁止されてるんで、他にビーチもちらほらありますけど、決して他のビーチではやらないようにしてください。じゃないと怒られちゃうんで、気をつけてくださいね。ではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。